はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は、発泡酒、久々に買いました。こちら、スタイルフリー。アサヒのスタイルフリー、糖質ゼロ、発泡酒。第3のビールではなく発泡酒。値段が120円か130円ぐらい。スタイルフリー史上最大量の麦 1.3 倍。と書いてあります。これもうずっと飲んでねえな、本当に。原材料が麦芽とホップと大麦と米とコーンとスターチと糖類とカラメル色素と酵母エキスと食物繊維と、大豆タンパク。うわー、これ、まずいの代表しか入ってねえ、これ。アルコール度数が 4%。あ、これ 4% なんだ。5% じゃないんだ。まず糖類が入ってる。しかも、俺が大嫌いな大豆タンパクが入ってる。うわ、こら。見るからにまずい気しかしないな、これ。シールをちょっと、はいで。溜めとく。今日のつまみはこちら、料理配信して作ったこちらの、ブリの白子です。ブリの白子の、大根の、ブリ大根っていう料理があるんですけど、それの大根がなかったんで、煮付けですね、これ。美味しいです。そしてこちら、ダブルウォールグラス。これで初めて、ビールを、まあ、第3のビールだけど、違う、発泡酒だけど、ビールじゃねえけど、まあ、こんな感じっすよ。うい。ちゃんと見える、カンピー。あ、でも思った以上にそんなに、まず。まあ、まずくはない。やっぱでもちょっと大豆タンパクのあれだな。味がするね。うん。大豆タンパク。なんだっけ、大豆タンパクの主な第3のビール。なんだっけあれ大っ嫌いなんだよな。どれやったっけ。あ、ドラフト1がまずすぎて、あれに大豆タンパクが入ってんだけど、あれがもうまずすぎて、もう吐きそうになったんで、全部流しに捨てましたね。思った以上に、まずくはないんだけど、ただ、うまいかというとうまくもないよね。でも驚いたな。アルコール度数 4% になってる。これ昔からなのかな。で、糖類って入ってるんだけど、糖類の甘さみたいなのも特に感じないです。うん。ただやっぱり大豆タンパクの味はわかるね。うん。炭酸が若干強いような気がする。で、コクがまるでない。で、これは、あれだな。夏だな。夏用だね。うん。これ夏だ。とにかく薄い。うん。うん、薄い。この一言に尽きる。これと第3のビールだったら、確実に第3のビールの方がうまいな、これね。圧倒的に。なんだろうな。例えるならば、炭酸が結構来るんで、炭酸の刺激は結構強めなんですよ。なんか粗い。粗めの炭酸。で、それによって喉越しとかは、あるのかもしんないけど、アサヒの、第3のビールのクリアアサヒを、さらに炭酸で割ったような味。うん。クリアアサヒ以上に、コクが感じられないのと、無駄に、炭酸が強いような印象。うん。そうだなぁ。クリアアサヒを1対炭酸水1入れて飲んだような感じ。とんでもない薄い。で、麦の 1.3 倍って書いてあるんだけど、麦の旨味とか風味っていうのが、ほとんど感じられない。で、それなのになおかつ値段が120円か130円。第3のビールだったら100円で買える。これ買う価値は、ないな、これ。買う価値は、1ミリもないな。うん。売りとしては糖質がゼロ。って書いてあるんですけど、糖質がゼロだったら、他にも多分、第3のビールでゼロのやつあるんで、でもそれと比べたら、うまいんじゃないか、やっぱり。うん。基本的に糖質ゼロのやつって俺、正直嫌いなんで飲まないんです。まずいんで。うん。だからビールって、糖質っていうのがないと、結局のところほとんど比例するんですよ。うまさと。旨味成分を捨ててるのと同じようなもん。うん。だから、糖質がゼロっていうのを売りにしてるんですけど、個人的には旨味自体がゼロみたいな感じなんで、はっきり言って買わない。で、なんで買ったかって、久々に発泡酒を飲んでみたかった。とにかく薄いな。半端なく薄い。うん。間違いなく第3のビールより風味がない。コクもない。だけど第3のビールって、でも、プリン体ゼロとか糖質がゼロっていうか、あるじゃないですか。あれに比べたら多分、うまいのかな、どうなのかわかんない。俺はもう、不明。飲まないから。基本的に糖質ゼロのやつ飲まないんですよ。うん。糖質ゼロでなおかつアルコール度数 3% 以下だったら絶対飲まないんで。うん、だから第3のビールで、糖質ゼロのやつと飲み比べたら、果たしたらこっちの方がうまいのかもしんないけど、少なくともこっちは、第3のビール以下の風味、旨味、香り、唯一混ざってんのは炭酸の強さだけ。うん。他はもう第3のビールに圧倒的に負けている。買う価値なし。久々にこんなまずい、ビール飲んだな。うん。1311です。ご視聴ありがとうございました。